あの相手のエリアに侵入していけるか、逆に横浜 FC はそこをボール奪ってから素早くマルセル・ヒアに当ててからのセカンドですよね、拾ってしっかりとこう、まあ、やれてしまっているところも一つ要因かなと思いますね。はい、うんと、これはマルセル・ヒア、さあチャンスになるか、横浜 FC、 マルセル・ヒア、ただまたです。いやー、マルセル・ヒアの先制ゴールかと思われたんですが、無情にも旗が上がりました。あ、でもそうでもないかもしれないですね。これ、違いますね、この後。いや、でもそこの部分ですよね。そうですよね、ちょっと映像を見ると、カプリーニに渡る、ここからです。カプリーニ、カプリーニ中に行くか、チョンと出して、そして山根、エリアの中には複数の選手が入っている。ヘディング、今度こそ決まった。ユーリラが先制、ヘディング沈めた。横浜 FC です。ユーリラダイビングヘッドのような形で、今度こそ正真正銘のゴールはユーリラ。まあ、もったいないというか、でも横浜 FC としては素晴らしい攻撃でしたね。山根のクロスに、これも低い体勢にダイビングヘッド、ね、しかも実際、まあ、京都戦では劇的な3得点でしょう。と、これは抜けてきた、折り返す、そしてこぼれ、堀米。飛鳥さん、このボールはいかがでしょう。ここですね、縦の関係でね、あの裏取れてしまったので、そこで、まあ、クロスもね対応しましたけど、山根からのボール、そして小川、あと小川のシュート、最後ポスト、山根前を取れれば面白い。山根、あっと、これはキックとファールはありません。山根倒れたんですが、最後のシーンですよね。ですよね、菊池の右足だと思うんですが、はい、そうですね、ここはもう接触があるかどうかですね。この後です。この後菊池の右足が山根の右足に対してどうだ。さあ、松尾はじめ主審、あ、PK です。菊池のファールということにジャッジ変更になりました。その誕生日のことは今全く頭にはないでしょう。ゴールを決めることに集中、決めました。これで横浜 FC 勝ち越し1対2。このシチュエーションで真ん中ゴロって、ね、なかなか決めないですね、いや、度胸あるというか。そして今度、この辺りは今度振り切るスピードがある。そして、あ、今度ですけども、まあ、全員がそっちに構えたところで、1人だけちゃんとボールを狙ってたということですね。まあ、とっさのところですけど、素晴らしいですね。いや、この3点目は勝利へ。で、試合終了の笛です。残留争い再開、崖っぷちの横浜 FC が勝ちました。2022年